慌てた。熱っ。おお、リアドン、今日も23時半まで。お疲れ様、今日も皆さん、カリタン一番ありがとうございます。タクさん、ネコさん、ケンジ、フジモンさん、ダイクさん、ローマ字のマサさん、しんいち、ひでゆきさん、かんちゃん、たいしょうさん、こうじ、おひつりさん、あー、さっきの写真ありがとう、見てくれて。そうそう、あれもね、あの同じ日、前に載したやつの同じ日に撮ってもらって、風鈴の前で、道後温泉にあるんですけど、おひつりさん待ち合わせしたいって言ってくれた。よしいパパさん、たかっちさん、まいかぐらさん、ゆまくまさん、ぐっち、べくぽわさん、まめしぱーさん、しげさん、みやびさん、バンクーバーさん、こばきんさん、じいさん、え、あ、そうなんや、コロボ、今日はパラリンピックで女子バスケットしよったんじゃ。すごー、見たかったな。いや、すごいよね、パラリンピックのバスケットって。そうなんや、見たかったな。私見たことあるわ、動画で。あの今年のやつじゃないけど、はじめさん、さとちゃん、ゆういちさん、にじいろさん、はっ、おいでやす、しんいち、明日愛媛に旅立ちます、だって、お待ちしてます。ドームさん、 HK さん、まだおさん、じいじ、こんばんは、かりたん祭りだ、ありがとうございます。のぶさん、つっくん、おかきさん、やまぴー、ありがとうございます。唐揚げルームで笑った？あ、さっき？そうよ、さっきさ、あの見に行けると思ったけど、途中からなってしまったけど、さくらんとこ見に行ってきた。お返しにスターを投げてきました。おかきさん、かのんさん、ひろきーちゃんさん、えいじさん、しろくまさん、さとしさん、顔声高くなっとったね。そうなんです。とんこさん、まさとじょうさん、ぶーちゃんさん、おー、リラクマさん、ありがとう、夜遅くに。ひろひなさん、ワイドットケイドットさん、うさみっくさん、今日もありがとうございます。ロッピーさん、今日一日だけ仕事して、明日はまた休み。あ、本当、お疲れ様、今日お仕事。私も休めてますよ。そうなんよ、帰ってきてからめっちゃゆっくりできてます。竹パパさん、昨日はしゃぎすぎだった？ほんと？はしゃいでや。ストリートくん、流星さん、ありがとう。そうなんよ、のりたま。いや、すみません、ありがとうございます。最後、あのお返ししたいと思って、レインボースターを投げて、全力で投げました。そうなんや、最後ね、あのあるやつ全部投げとこうと思って、最後また投げたんですけど、投げ切りました。ユッキーさん、ハートありがとうございます。あ、アスポン、ありがとうございます。今宵も素敵なやりとりでって。そうね、スクショされとった。私があのさくらが壇上乗ってくれたの嬉しくて、スクショしようとしたら、昨日おととい、スクショしようとしたら間違えて画面落としちゃって、画面固まったんだよね、多分。そこが面白すぎて、さくらスクショ撮ってたらしい。恥ずかしい。ごえもんさん、むらぴーさん、まーちゃん、ありがとう。なおなおさんに、のんちゃんさん、あら、ありがとうね、花火とかくれて。まめしばさん、プチ、そうなのよ、すごいよね。その今日私が載せてた写真の風鈴の場所で、あのまめしばさんとか、あのいろんな方がその風鈴にこうツアーの成功祈願書いて飾ってくれとったらしくて、ありがとうございます。そこじゃなかったかも。てか結構前なんよね、撮りに行ったのが。見たかったな、めっちゃ。あ、なおちゃん、ありがとう。なおさん、お久しぶりです。ありがとう、コロボ。今日はこの間も来とった。よいしょ。
もう頑張らないっていう T シャツです。ダマコいらっしゃい、ありがとう。カーライルさん、ケンスケありがとう。今日ものんちゃんさん、めっちゃくれてありがとうございます。あ、流星さん、そっか、流星さんからいただいてありがとうね。あのチャミスルのグラス、ひなほって書いてたんですよね。めいちゃんありがとう、可愛くて。あ、あれでね、もう昨日一昨日だけじゃなくて今まで何回も飲んでて、めっちゃね、いいサイズでした。ありがとうございます。ローマ字のカズさん、こんばんは、ありがとうございます。そうなんよ、明日と明後日でツアーがね、明後日で終わりだから。早かったな、ほんとツアー回りきるの。なんかやっぱ始まる前は4カ所あるから、すごいね、あのこれから長い間かかるなって思ってたけど、一瞬だったね、ほんとに。くーちゃん、お疲れ様です、今日も。あ、きなこいさんだね、こんばんは。さーちゃん加入の際、ひなほちゃんの鶴の一声で。え、そんな私権力ないよ、全然。でもそうだね、話し合いの時に参加させてもらったかな。その竹山に新メンバーを入れたいんだけども、その候補で何人かそのいらっしゃって、その中で、うん、いいんじゃない、いいとかっていう話をしたんですよね。でもそんなね、私が言える立場ではなかったけど、めっちゃ美しくて、まずさくらが、お話ししたこともなかったんやけどね、その時は。で、あとハルポンとホノピーとはもともとあのオーディションでね、面識があったみたいやったけん。スコールさん、こんばんは、ありがとうございます。あの魚のおもちゃ、普通にね、あのあるよ、そういうペットステップとか、なんやっけ、あのヒゴペットだっけ、有名なね。え、結構流行っとると思う今、アーウィングさん。本当、アラナミありがとう、こんばんは。ウエス、あ、ウデスパーさんかな、ウデスパーさん、祭りでありがとうございます。リッキーさん、ありがとうございます。おめしばさんと先に挨拶したの。タマコはいつでも優しいぞ。今日の僕は優しくなれる気がする。ほんと、じゅんさん、はじめまして、ローマ字のじゅんさん、ありがとうございます。こんばんは。ユッキーさん、プチ、ありがとう。アキヤ、ヒロポンポンさん、のんちゃんさん、ありがとうございます。おさぴーさん、かわいい、ありがとう。のむさん、こんばんは、ありがとうございます。目元バッチリメイク、あ、本当に、さっきちょっと書き足したけんかな。今日は割と早くにメイクしとったけんね。いや、でも今日はね、リハとかはなかったんやけどね。そうそうそう、個人的にボイトレとかがあったりして、今日は早くに出てましたね。ストリートくん、ダルマレンジャーありがとう。あ、ヨッピー 3.5 さん、花火ありがとうございます。マサトさん、ありがとう、お久しぶりですね。ひらがなのマサトさん。おきいさん、こんばんは、ありがとう。あ、女子高校野球、そうだ、今やっているんですよね。あ、今、え、終わったのかな。大勝さん、あ、いらっしゃい、明日愛媛に向かいましたって。みごまちさん、こんばんは、ありがとう。たつさん、ありがとうございます。じろうちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、甲子園の投手のようなコメント。投げ切りましたね。ほじゃろ。ぷふーちゃんさん、ありがとうございます。おひつりさん、あ、見ました、プチありがとう、パインアメ買ってくれて。そう、私も知らなかった。そう、え、最近出たかな、キウイアメって。キ
飴が出てたんだね。あれどこまで読んだっけ。あ、ここか。130ブルースさんいらっしゃい。あら、キウイ飴食べてみたいな。どこに売ってるかな。 MJ さん、ようちゃん、こんばんは、ありがとうございます。白玉さん、とろけるさん、こんばんは、ありがとう。あださん、ありがとうございます。花火。フジモンさん、セミ、あ、言ったかな、ありがとう。フジモンさん、ひなさくんのやりとり好き、ありがとう。嬉しいですね。ジャックソーさん、こんばんは、ありがとうございます。ケンジ、花束ありがとうございます。ヤマピー、セミありがとうございます。ひなおちゃんがスマホ落としたとこでアーカイブ止まっちゃった。え、ということ、撮ってくれとったってこと、アーカイブ。そりゃすまない。あれやろ、落とすというか、あ、そういうことね。そうなんよ。そうそう、この画面、iPhone ってさ、スクショするとき電源ボタンと音量ボタンを一緒に押さないかんねんけど、多分電源ボタンしか押してなくて、携帯のね、こう電源をカシャンってしてしまったんよ。コンドルさん、こんばんは、ありがとうございます。え、土お大事に、風ぶり返し大変やな、おやすみ。マルヨンさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、本当、大工さん、ぜひぜひお待ちしてます。確定やないけど、明日、明後日行けるように段取りしてますって言ってくれてる。わーい、ありがとう。まゆまゆさん、さかぴーさん、ありがとう。風鈴の写真大人っぽかった、ありがとうございます。おひつりさん、バラありがとう。むらちん、ありがとうございます。今日も仙台、鳥取、沖縄のパリのツアー、そうよ、せんといかんのよ。仙台とかもめっちゃいいよね。けんぼうさん、こんばんは。ひとりさん、ありがとう。今日もけんすけ、セミありがとう。なに、ちょっと前にファンクラブで出してたハルポンとのダンス面白かった。あー、ダンスというかあれですね、あの筋トレですね。いや、びっくりよあれ。なんかちょうどあれだよ、ホテル同室になった日、ハルとで、あの配信し終わった後すぐお風呂入りに行こうってなって、あ、それお風呂がね、なんか温泉がついてるとこやって、でお風呂入りに行こうみたいになってね、でそれでその前になんか筋トレせないかんみたいになって、ハルが急にやるよみたいな言われて見よう見まねでやったやつね。めっちゃキモかったよね、私できなさすぎて。めっちゃあのあと笑ったんやけど、自分のあの筋トレ見て。隊長、花火ありがとう。あ、レインボースターもな、ありがとうございます。佐藤氏さん、トキキさん、ありがとうございます。あ、くーちゃん、ありがとう。メンバー4人と撮った写真、今でも大切に飾っておりますよ。いつの時やろう、嬉しい。おー、なおちゃん、ありがとうございます。こちらこそ、イブ公演めっちゃ楽しかった。けんすけ、かわいい、ありがとうございます。ひろぽんぽんさん、祭りだ、ありがとう。そうそう、さくらはね、あのスカウトから芸能入るまでに1年くらい悩んだ。そうそうそう、オーディションで、その時ハルとほのが一緒に出てたオーディションで準グランプリ取ったんだよね、さくらが。すごいよね。さとしさん、カウントありがとうございます。明日の仕事終わったら松山に帰るから、早く仕事終わって美味しい。あ、そっか、明日来る、来てくれるんか。そうかそうか。え、めちゃめちゃ痛そうや、体調お大事に。痛み止めの注射するほど腰痛が。今はどのような体勢で見てくれてるのか。40分、ありがとう。コロボ、明日晴れ、よし、雨降らないのは最高です。イサムさん、てっちゃん、ありがとう。お供、カツ丼と卵スープとコーンサラダ、
美味しそう。美味しそうやな、カツ丼。いいな。小説家さん、ピルクルありがとう。セミだ、ピルクル。ありがとうございます。豆島さんもセミありがとう。今日も。なな。あ、結構前か。あ、じゃあ見れてたのかな、私。7月頭に書いてくれてたのか、豆島さん。ありがとう。すごい。アントワーヌさん、こんばんは。メイツさん、カウントありがとうございます。しんいち、カウントありがとう。おひつりさん、ハートありがとうございます。隊長、セミありがとう。ほんまに早くお寝くださいね。お疲れ様。お越し。シクラメンの香り聞いたことないかも。コロボ結構有名な曲なんかな。デメキンさん、ワイルドチキンさん、ありがとう。ケンジセミありがとうございます。事務所入りたての人見知りの雰囲気で配信、もうどんなやったか覚えてない。自分でなんかもう自分がもう全然記憶ないわ。その何、メンバーのとの記憶はあるけど、自分自身のなんだろう、行動とかの記憶がない。どんなんだっけ。動画見たら思い出すか。ケンジセミありがとう。あ、言ったかな。ケンジ、あ、お弁当箱までありがとうございます。あ、早いね、グッチありがとう。ここだった、フル。今日も初振りありがとうございます。すごい。フジモンさんもフルありがとう。今日もカミーさん、こんばんは、ありがとう。眉毛立派、めっちゃ描いてるからかな。今日はピンクに染めてます、眉毛を。立派でしょうか。ありがとう。でよ、やっくん、セミにだるまレンジャーありがとうございます。おかむさん、こんばんは。津田ひろふみさんもありがとうございます。ぬくもりさん、セミありがとう。あ、体調によしんこ、よしんこ。それはほんまにぬくもりさんよりです。ゆっきーさん、セミありがとう。浮雲さん、ななはちゃんのルームよりカウントしてくれてる、ありがとう。ほじゃろ大工さん、オラフの顎のせかわいい。なんか歯がね、上向いちゃうんだよね。これ下向いてくれんのよ、歯が。これ見て、ピヨって。ユッキー、あ、ユッキーさん、セミやった、ありがとう。ラーさん、こんばんは、ありがとうございます。ワンガンさん、セミありがとうございます。甲子園ベスト4まで来ま、あ、そうなんや、もうベスト4になってるんだ。じゃああと2回か、試合。そうなんだ、早いな。あ、城原さん来てくれてる。城原さん、久しぶり、ありがとう。あ、愛ちゃん、ぜひ明日パン屋目探す旅に行ってくるだって。ありがとう、嬉しい。どこにあるかな。サカピーさん、フルーありがとうございます。今日のお写真にちなんで、あー、プリント扇風機鳴り止まない、マッチポンプエンハンサー重なる波。確かに、ありがとう。おひつりさんもセミありがとうございます。あ、ファミマに売ってた。あ、私もそうだわ、あのホテル、東京のホテルの近くにファミマがあって、そこでパンイヤメ買ったわ。そうか、あ、ドンキが一番お安いって言ってくれてる。おひつりさん、ほんまにすごい、普段から買われてるのかな。仙人さん、祭りだ、ありがとうございます。ローマ字のマスさん、フロー、ありがとう。今日もユッキーさん、祭りだ、ありがとう。ひらがなのケンさん、やっぴー、ありがとうね。カラスコさん、いらっしゃい。マダオさん、フル、ありがとう。マダオさん、ひろひなさん、セミありがとうございます。あ、途中からでしたが行かさせていただきました、桜の。よかった、行けて。ローマ字のマスさん、だるまレンジャーありがとう。
おひつりさんもだるまありがとうございます。いや、ハルポンはあの動きで正解なんよ、ダマコ。マジ、あれが正解なんでしょ。すごいよ、忠実に。カリタン一緒、ありがとうございます。野菜炒めさん、こんばんは、ありがとうございます。カズヤさん、こんばんは。カタカナの今日甲子園で全国大会の準々決勝があったんだけど、4試合中3試合が、え、そうなん、すごっ、さよならゲームだったんだって。逆転勝利ってこと。すごっ。ミラクルビー今日。野菜炒めさん、こんばんは、ありがとう。大将さん、なんとフルと今夜で300回だって、ありがとうございます。すごい、これからもよろしくお願いします。いってらっしゃい、お仕事。もう300回になるのね。おお、だまこ、あ、ほんまや、昨日やっけ、ワクチンの2回目打たれたの。熱下がったんだ、よかった。セミまでありがとう、お大事ね。ドームさん、カウントとフル、ありがとうございます。ローマ字のヨシさん、こんばんは。ブラッチー、祭りだ、ありがとうございます。ドナルドさん、セミ、ありがとう。ノブさん、フル、ありがとうございます。僕の名前を呼ぶ君の声、胸のポケットにしまって夜が明けるのを待っている。ありがとう。流星さん、のぶさん、祭りだ、ありがとう。ぬくもりさん、フル、ありがとうございます。優しい豆たんに、ハゲそうなほど激しい豆たんに、おう、よしんこ、ハゲそうなほど激しいおしんこだって。ぬくもりさんより、あ、よかった、しょうぶさん、そう、しょうぶさんも腰痛になっとたんか。そうか、よかった、よくなって。たつのくらさん、こんばんは。やすさん、ひらがなの、ありがとうございます。あ、たいしくんさん、そうだよね、結構あの私たちもライブできてなかったから、そうなんよ、一緒にお写真撮る機会があまりなかったですよね。かげちゃん、いらっしゃい、かげちゃん。おひつりさん、こんばん、ありがとう。ゆういちさん、よっぴーさん、フォロー、ありがとうございます。ゆういちさんとよっぴーさん、そのひぐらしさん、カウントとセミ、ありがとうございます。ローマ字のマサさん、花火。バジュランギさん、祭りだ、ありがとう。かんちゃん、フル、ありがとう、かんちゃん。まさみゆらさん、ありがとうございます。やまぴー、だるまれんちゃん、ありがとう。カタカナのやっくんさんや、こんばんは。フェルナンデさん、レインボースター。大将さん、すごい、いただいてる、ありがとう。レインボースター10個も。ゆきさん、カウントありがとうございます。川、河野さんか、河野はるかさんかな。髪の毛真っピンクの子、ハルポンみたいなってことかな。ティフでデビューの敗者復活戦で配信中です。あ、そっか、今ティフのあれだ、イベントしてるのかな。愛媛の方なんやね、今やってるのか。え、オガちゃんツルツルにしたの。え、そうなの、涼しそうやね。でもステージから見て眩しかったらごめんねって、大垣さんが気になる。ジージバラ、ありがとうございます。あ、てっちゃんカウント、あー、そのツイート見た、表紙されてるんだよね、モアっていう、あの雑誌かな、見かけたら買いたいな。
え、愛さんさんってその方の曲？ひばりさんじゃなくて？愛さんさん合ってるかな？愛さんさん歌っとこうか。雨さんさんとこの身に落ちて、わずかばかりの運の悪さを恨んだりして。いや、ありがとう。あ、ジジ、花束にバラ、レインボースターまで、あ、フルモーダたくさんありがとうございます。めっちゃいただいて。そうそう、眉毛ね、最近ピンクにしているんですよ。ピンクに、まあ染めたんもあるんやけど、まあちょっとのけて、のいてきたけどね、ピンクが。あ、目の下のキラキラも、そう、ピンクなんですよ、入れてるやつ。たくさん、ほぼフル、ありがとうございます。ありがとう。大文字のマサさん、バリンチュさん、こんばんは、ありがとうございます。本当にね、コロボ歯の矯正した方がいいかも、オラフは。ぽにょん。竹パパさん、花火ありがとうございます。終身名誉メンバー、めっちゃいいじゃんそれ。ジョーハラさん、称号を差し上げるのは終身かな。虹色さん、セミありがとうございます。いや、それはちょっと思った、歯の出具合がな。さんまさんでね。あ、ブルブルペチさんだ、ブルブルペチさんか、ありがとうございます。お、サカピーさん、音符ありがとうございます。あきえもんさん、セミありがとうございます。大将さん、300回おめでとうございますって言ってる。1500回以上来てるけど、あくび、あくびはできませんよ。ありがとう、すごいと思う、本当。ありがとうございます。ありがとう、ジョージハラさん、嬉しい、歌を褒めてくれてる。ゆいさん、こんばんは、ありがとうございます。むらちん、こんばんは、フロー、ありがとうございます。今日も、あ、あやたかさん、ありがとう。もう明後日となりました、ほんまに。 MJ さん、虹色さん、花火ピンクと緑だ、ありがとうございます。チキンラーメンアイス買うのが正しい、竹山の。あ、その通りです、ダマコ。チキンラーメンアイス私まだ買えてないけど、春にちょっともらったんだよね。美味しかったな、めっちゃ。ドワーフさん、おばんです、ありがとうございます。ねねね、バリンチョさん、カウントありがとうございます。バジュランゲさん、明日の決勝、何の決勝やろ、誰応援ですかって言ってる、バジュランゲさんが。マミシバさん、カウントありがとうございます。300回訪問の大将さんに。おふくひなびんた、だって。マミシバさんより、大将さんいらっしゃるかな。あ、ダイソーにもあるかも、パインアメ。確かにあった気がするね。しんいちフル、あ、ありがとう。こちらこそ、愛媛のファイナル楽しみだね。太郎くん、花火、コージもありがとう、ハート。アスポン、合ってますよ、目が。このツアーのライブで目が合った気がしてる。レスは偉大。よかった、え、合わせてるつもりです。ありがとう、気づいてくれて。 MJ さん、コージハート、ありがとう。ローマ字のマスさん、祭りだ。カノーさん、ダルマレンジャー、ありがとう。マダオさん、いらっしゃい。太郎くん、
セミありがとう、こんばんは。かおりさん、ルミより、ジャンさん、カウントありがとう。あ、エナさん、エナさん、フルマでエナルームのエナさん、今日も来てくださってます。寝ると溶けてしまいそう、好きだなんて絶対に言えないだけど、メールと目も合わせられない。ありがとう。可愛いよねこの曲、とっても。どこまで読んだっけ。エナさんのところだから、あら、エナさんのところ結構切りかけだったのかな。ここだ。あ、863、よき、ありがとう、パイン飴買ってくれて。おひつりさん、フル、ありがとう。広い宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界で、小さな恋の思いは届く。ありがとう。即答店さん、フル、ありがとうございます。今を生きる自分自身に胸を張って、頑張ったって言えるように生きていたいさ、今を始めよう。ありがとう。ラムネがピンチ？どういうこと？ラムネがピンチ？私オラフに似てきてる？髪の毛3本？ハルポンちゃん大丈夫ですかって。ハルポンちゃん？何の話してるこれ。ハルポンちゃん？ハルポンちゃんダンスもうまい、歌もうまい、何でもこなすような。そうなんや、ハルポンちゃん歌めっちゃいいよね、ほんわかしてて。めっちゃ聞き心地良いわよ、ハルポン。あ、ムラピーさん、フル、ありがとうございます。今日で800回ありがとうございます。早い、すごい、ありがとうございます。ムラピーさん、ほんまに。ケンボーさん、いらっしゃい、ありがとうございます。ユッキーさんに、ワンガンさん、フル、ありがとうございます。セレナーデ。誰も知らない愛ね、暗いね、僕だけのナートムチーク。ありがとう。何、ワンガンさん、悟空なんたらなんたらを呼んでくださいって書いてあるけど、均等運かな。それちょっと教えてもらっていい？均等運かな。均等運。ひろひなさん、うっとるよ、頑張らないT シャツ、普通に。どこにあるかな、どこにあるやろ。カラオケするときモノマネすることとかあるんって。カラオケでその歌われてる方のってこと、あんまりしたことないかも。あ、そうなんや、それ知らなかったです。コロボなんてお見せするんだろう、その方は。よかった、合ってて曲が。あんあつさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、体調フル、お大事に、ほんまに、ありがとう、フルまで。そうなんよ、あさってファンになるんです、ありがとう。行ってきます。みごまちさん、フル、ありがとう。みごまちさん、フルとカウント。リオさん、こんばんは、ありがとうございます。てっちゃんも一周ありがとう。あ、そうなんや、竹山 3.5 14日、 NMB さんのライブ15日。あー、あれや、白間みるさん卒業のライブ、すごい、3日間あったんですね。ドナルドさん、フル、ありがとうございます。悲しいよとても、あ、
苦しいよとても悲しいよとてももう帰ってこないそれでも私の大好きな人ありがとう。青みどりさん、ハートンありがとうございます。え、何の番組？86さん、あれかな、あのカメラのやつかな、ほのぴが番組にって出演するって。そうそう、チキンラーメンアイス出てるのよ、ひとりさん今、あのハルポンがめっちゃ好きなんだって。ファミマに売ってるかな。ひろひなさん、あ、フルありがとうございます。今日もあ、明日か、見ますよ決勝。明日見れるわ、 RTD の。楽しみだ。明日ってこと知らなかったわ、決勝が。そっか、明日何曜日だ。明日金曜日か。楽しみだ、楽しみですね。なるせゆらさん、こんばんは、はじめまして、こんばんは。あ、ティフのイベントされてるのかな、ゆらさん。おさっぴーさんもフルありがとうございます。ルーター再起動を繰り返してやっと帰ってこれたよ。え、めちゃめちゃ悪いってこと、あの環境が。けんすけフルありがとうございます。今日の写真いい感じだったね、ありがとう。今日の写真ね、まだねめっちゃあるんやけど載せれてないよな。夏の夜は浴衣も似合いそう、着たいんだよね浴衣ほんまに。なんか他にもねいっぱい撮ってて、ちょっとここで紹介しようかなちょっと待って、これ前のナスの写真がナスの写真が、ちょっと待ってよ、このもっと前に、あ、そうだ、待ってよ、あ、いっぱいあるな、いっぱいあるんだけど、このあ、これでも近すぎたわ、ごめん、近すぎた。これだったら横の方がいいね。こんなんとか撮りましたね。あ、めっちゃコメント溜まってるナス配信そうそうそう、あ、今日ねちょうどネイル落としてきたんですよね、めっちゃもう伸びてたからあ、乗せようかなと思ってたんですけど、また乗せようかな。じゃあね、マリチューさんと中田さん出られますよね、楽しみだね。 RTD あとはなんかね、メガネの写真もあるんだけど、メガネがね、メガネがなかなかね、あの縦に撮ってもらってるからすごいねアップになっちゃうっていうね、このいや、もっと縦長いのにもうめっちゃアップになっちゃうんだよなこれ。いや、もうめちゃめちゃアップになっちゃうけどもよ。あ、アマハいらっしゃい、ありがとうございます。あ、これはうすみさんじゃなくて、毎年季節の時に撮ってもらってる方に撮ってもらいました。いや、うすみさんにね、またあの松山行くねって言ってくださっとって、
っていただけたら嬉しいな。またただいま。ちょっと上からもう見つけたやつフル読んでいく。ようちゃんフル、ありがとうございます。あ、汚れた君は嫌いだ、君を汚したあいつも嫌いだ、なんとなく気づいていたけど私だけじゃなかったんだよね。悲しいよねこの曲。ありがとう。いいね。のりたま、ありがとうございます。村ピーさんに。涙の数だけ強くなれるよ、アスファルトに咲く花のように見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ君のために。突然会いたいなんて賢治フル、ありがとう賢治。さあちゃんはないけど、泊まりに来たことは、深夜までいたことはあるよ。お鍋一緒に食べた、さくらと。ようちゃんカウントありがとう。ええ、ハルポン発信出てるの？え、なんで？ツイッターで書いてんのそれ。どうしたん？エイジさんフル、ありがとう。何度目の青空か数えてはいないだろう。ありがとう。慎太郎さんこんばんは、ありがとう。ヤマピー、ありがとう今日も。ヤマピーが浴衣着てくれるの？ヤマピー浴衣あ、持ってるよね。なんか見たことある気がするな。え、なかったっけ。バンクーバーさん、ありがとうございます。え、今なんか、あ、はいはい。光る流れ星に届け、きっと毎日がハッピーデイズ。ありがとう。いや、髪三本はやばいでしょ、たまこ。てるてるさんのフル読めとったかね。この辺は、あ、てるてるさん、ありがとうございます。ねえ、あいちゃん、よいちも花火大会もないからって。そうなんよ、今年はね。まあ来年もどうなるかわからんけどね。そう、あの椿さんもね、なかったし、今年はあのお祭りが。りゅうさん、ありがとうございます。そうそう、ナスとひまわりのネイルです。ありがとうございます。えなさんも言ってくれて嬉しい。てててー、おー、撮ってください、ぜひ。たまこネイルナス。あいちゃん、ありがとうございます。ありがとう、メガネ。あ、そんなに。え、ほんまに、ありがとうございます。ちょっと全体というか載せますね、またメガネでひなほ。いや、これ以上ね、あの遠目でね、このできないんですよ、ラジオ配信で遠目で見せることが。へ、嬉しい。愛ちゃん、いや、丸メガネね、なんで丸メガネにしたかと言ったらね、やっぱね、私結構メガネっ子で、高校中3ぐらいからメガネかけてたんですよ。あの日常の時はなんか邪魔になるからかけてないけど、黒板見る時とか、なんかテレビ見る時とかメガネかけてて、その時はね、このね、細長いやつやったよね。で、細長いやつってね、なんかね、あの見えんところがあって、
あんまり私になんか合ってなかったんよね。で丸メガネに変えましたね。ありがとうしんいち。あ、本当に可愛いおばあちゃん感だって。頭良さそうに見える。お、よかった。もう毎日かけとこうかな。おかむさんフル、ありがとう。おかむさん、たつのくらさん、あ、ゆっきーさん、サイフル、ありがとうございます。悲しいのは涙のせい、鏡には映らない、突き刺さるこの痛みは。ありがとう。スネークさんだ、今日も来てくれてありがとう。メガネが細長い先生、メガネだったらもう蘇生できんやん。メガネ女子推し。そうなの、ぬくもりさん、メガネ女子推し。いや可愛いよね、メガネかけてる方。そうだよ、大きいさん、ひなほじょんの定番料理はお鍋です。おそらくほのぴーが一番食べに来てくれとる。ハラメタルに竹パパさん、ありがとうございます。あなたの両腕を、なんだっけ、あぜ、あなたの両目をくり抜いて、私のポケに入れたなら。ありがとう。竹パパさんが、東方よりお越しの皆様、くれぐれもお気をつけてって。竹パパさん、フルいただいて。あ、よき、アマハありがとう。パインアメ買ってくれたんだ。ナッチさん、こんばんは。え、このナス、このナスはね、あの麻婆豆腐になりましたよ。おばあちゃんとこで、たまこ。あ、ジンベエか、ヤマピー見たのは。あ、そうなの、今年買ったんですか。え、何用に。あ、ケンジいらっしゃい、明日松山行きます。だってジップさんいらっしゃい、ありがとう。ひらがなの。ハルポ、あ、ハルポ次期しとん。え、そうなんや、見れんかったわ。ちょっとまた LINE しとく、終わったら。ムラチおやすみ、ありがとう。え、そうなの、無観客オンラインで花火大会やったようだって、みちゃおさんとこ。そうなんだ。いいね。どこかでね、花火、無観客だけど花火してるっていうのは聞いたな。あ、お見送りどうだろう、したいな、てっちゃん。ファンミはね、何もって、ほんと私もどうなるかわからんだよな、ファンミ自体。その今回がそのラジオの公開収録だから、なんか今回声が出せないけん、書いてなんかこう見せてくれたりとかしたら読みたいなって思うけど。お、そうですか、サカピーさん、家ではメガネっ子です。あ、私も一緒だ、普段はコンタクト。そうだ、私も細いメガ、細長いメガネしてたんよね。皆さん、お、おーおー、言ってこう、あえてアルフィノさん、アルビノさんかな。あ、トモティーナーってぬくもりさんが、お、おだまこ。いろいろなんかオプション付け足しすぎやね、それ。丸メガネで行くかって。え、タマコ丸メガネじゃないか今。あ、大垣さん再フル。え、嘘、実は初フルだって、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。大垣さん初フルしてくれたんだって。じゃあモニーさんもフルだ。
ありがとう、お久しぶりのにフルしてくれてありがとうございます。パンクロッカーになりたくてググってみたウィキペディア、だけど壊したいものもあんまなくて困ってしまった。ありがとう、すごい。あ、バグバさん29日にファンミあるんだけど、今回は抽選で50名様で、抽選がねもう終わってしまっとって、そうなのよ、来てくれてる。よっちさんありがとう、こんばんは。ええありがとう、あいちゃんまた載せます、メガネの写真嬉しい。ひでゆきさんねえ、あさってでフルありがとうございます。遠方だった、音読みで読んじゃった音読みで読んでしまいました、すいません。猫さん 2.5 週ありがとうございます。 2.5 週パン屋麺の写真ツイートする回数制限ありますかね。あ、書いてないから大丈夫だと思います。いや、めっちゃ私独断って言っちゃってるけど、太郎くんフルありがとう。太郎くん最終日は近くの神社から無事終了できるように祈ってます、ね、ありがとうございます、ありがとう。あ、あやかさん今日も来てくださってありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。アニラジさんこんばんは、ありがとう。あ、そうだよね、もともと丸メガネ、今は違う、たまこ。そっか、あ、そうなんだ、最近変わったんだね。その日暮らしさんにストンコさんフルありがとう。広い世界の真ん中お月様、僕の世界も照らしてくれないか。ありがとう、毎月好きそうだねお茶するね。ゆうやさん、海道線五郎さん、こんばんは、ありがとうございます。まるまるさん、ま、間違えた、まさるさんだよさんや、こんばんは、ありがとうございます。よし、ではお供タイムしてギフトを後で読ませてもらいますね。今日はね、すごい珍しい飲み物を見つけてきて、味が全く想像できなかったから楽しみだよ。このハーブ&リラックスレモリアっていう飲み物を買ってきたよ。なんだいこれは、ヤクルトが出されとる、果汁 2% というと何の果汁なんだいという、レモンか、レモリアだから、すごい珍しくないか。私初めて飲むわレモリア。え、見たことある、本当飲んだことある、みんな。へえ、私初めて見てさ、これすごい気になったね。すごいストローが可愛いな、これめっちゃ真っ黄色じゃん、芳香剤っぽいの本当に。え、まあまあ見る、本当愛媛で初めて見たよこれ。私シールの上から刺しても OK？ 飲んだことない。ではお泊まる方一緒に乾杯。あ、なるほど、主体はレモンだけど、確かになんてやろう、ハーブというかカモミール的な、なんかお茶、カモミールティー的な、
うん、美味しい。すっきりするね、すんごい。わー、飲みやすいです。あの昨日のはもう酸っぱすぎたけど、これはもう全然こうなんやろ、すっきり飲めるレモンという感じで美味しい。快眠の予感、本当だね。いや快眠できそう、このハーブ&リラックス。初めて見たな。いや最近も見たことない飲み物とか飲んだことないやつ見つけたらもうすぐ買うという、なんか子になってるからさ。今なんか全然食べ物とかないのに、冷蔵庫飲み物だけでもう入れる場所なくなっちゃって、やばい。お供が溢れすぎて今やばいです。もう1日2本でもいけると思う。あ、すごい、後味がなんか喉のあたりにスースーしてる。すごっ、いいね。そうそう、コンビニだけやとね、お供探すの難しいけど、でもそのセブンとかそれだけにこだわらんかったら、ファミマとか行ったらもう全然違うもん置かれてて、セブンとはそう全く違ったお供を探せますね。ローソンとかもそうだけど、私の会見というかだとファミマが多いかな、お供の種類が一番多い気はする。セブンも多いかなと思うけど、ファミマね、めっちゃすごいいろんな飲み物置いてるよね。見解かな、見解、会見ってもう記者会見みたいな感じになってしまった。見解か、見解。ちょ、難しい言葉は使うもんじゃない。ようちゃん音符ありがとう。コウジ、タツノクラさん、ハートありがとう。おさぴーさん、花火ありがとう。ようちゃん、馬ありがとうございます。ありがとうと、タツノクラさん、まつりとありがとう。おひつりさん、レインボースター。ケンジ、猫さん、猫に小判ありがとう。ケンジも小判。あら、ババナオさんがまたまつりでくださっとる。ありがとうございます。嬉しい、配信者さん。ケンジ、馬10個ありがとう。リュウさん、コウジハートありがとう。ローマ字のマサさん、え、これさ、花火じゃなかった？あ、花火だよね。あ、そっか、降りてきてパーンってなるのか。ありがとう、花火。あやかさん、かわいいくださってる。つぶらやさん、祭りでありがとうございます。あ、気づかなかった、ごめん。竹パパさん、タコの花火くれてたのに。えなさんも音符ありがとうございます。ローマ字のマサさん、祭りだ。伊豆急さん、似合う。リラクマさん、花火ありがとう。めっちゃくれてる、リラクマさん、ありがとう。ポン。ローマ字のマサさんもピンクの花火ありがとうございます。ようちゃん、とうといに。フェルナンデスさん、祭りだ、ありがとう。ここまでだな。梶山さん、こんばんは、ありがとうございます。え、本当だまこ。それ絶対美味しいやん。鳥取のご当地の飲み物、いいなあ。バンクバさん、ありがとうね。つぶらやさん、めっちゃいただいてるよね。ありがとうございます。祭りだ、くれてる、ありがとう。え、つぶらやさんでいいんだよね。ね、ありがとうございます。よし、それでは29分なのでランキング読みします。今日は、あれ、まずこっちを止めまして、今日はスターダストオーバーフローにしますね。急転直下、決着ストーリー、開けない遅延、バイバイマイスデイ。えっ、そうなのか。えっ、ありがとうございます。えっ、ショールームさんですか。ショールームの審査員さんなのか。ありがとうございます、祭りでいただいて。えっ、そうなのか、ありがとうございます。
美味しい。ありがとうございます。ではランキング読みさせてもらおう。13位のりたーまー、ありがとうございます。のりたーまー、ありがとう。誕生お疲れいしょん。12位たけぱぱさん、ありがとうございます。たけぱぱさん、誕生いつもありがとう。11位リラクマさん、ありがとうございます。リラクマさん、たくさんありがとうございます。ほんまに。10位、あ、隊長だ、ありがとう隊長、お疲れ様です、今日もありがとう。9位おひつりさん、ありがとうございます。おひつりさん、8位ワンガンボーイさん、ありがとう。男女いつもありがとうございます。ラッキーセブン、にじいろさん、ありがとう。にじいろさん、すごい、明日はいい日になるぞい、ありがとうございます。6位ケンジ、ありがとう。ケンジたくさんいただいてありがとうございます。お疲れしゃん。5位大将さん、ありがとう。どうもありがとうございます。大将さん、仕事行ってらっしゃい。4位ジージー、ありがとう。ジージーたくさんありがとうございます。誕生。3位、あ、ボン、ローマ字のマサさん、ありがとう。たくさん3位でございます。いつもありがとうございます。そして2位、あ、ボン、刀剣太郎くん、ありがとう太郎くん。誕生いつもありがとうございます。はい、お疲れ様。そして今日の第1位、あぼん、おさぴーさん、ありがとう。おさぴーさん1位です。いつもありがとうございます。たくさんありがとう。2338名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ナマステ。では最後カラオケを一曲歌って終わります。今日もファイナリー、何でもリクエストしてください。リクエストタイム、用意スタート。あ、宮翔さん、こちらこそ今日ありがとうございます、来てくださって。宮翔さん、ひとりさんもお疲れ様。トゥル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 、いやさっけない。うわ、その曲わからんな。大きいさん、なんかいい声ですね。ありがとうございます。カボスさん、良いお名前ですね。カボスさんって、初めまして、ありがとうございます。あなたに会いたくて。あ、インクがね。膝の傷を見て笑う君は8月の幽霊。あ、目から鱗しそう、出ちゃいそうです、コンタクトが。やっぱね、朝早くにコンタクトつけてしまうと、もう寿命を迎えてしまいますね、この時間になると。プリテンダー、君の知らない物語、7つの果実、今日くらいはコネクト、コネクト、交わした約束、さよならエレジー、君はロックを聴かない。あ、やっくんフル、ありがとうございます。やっくん、今日も綿菓子、少年時代、君はずらい、なるほど。夏色、明日も、君の知らない物語多いね。初恋サイダー、
アイコ、アイコさんの花火、オースサイン、夏の終わりいいね、行きたい行きたい。好き好き、フェルの歌、いいね。でもね、あの楽屋ではよくみんながハモってくれるんよ。さくらとかめっちゃハモり上手やで。エターナルブレイズ、ロマンティックあげるよ、決めますね。アイネクライネ、瞳、そう、ぬくもりさん、私もワンデイなんですけども、え、それって名前、もしかしてワンデイの中のそういう名前かな。イフリータさん、祭りだ、ありがとうございます。強そうな、テンスラにイフリータっておったよね。ニルバナ、ハローアゲイン、あなた、カブトムシ、カラクリピエロ、決めます。テルの歌、よし、では終わっちゃったね、ちょうど。